1977年、ジャス、なんじゃこりゃ。今日も始まります、スピチューブ。今日はね、かなり山奥なんか来てます。でこの先にあの廃村というか、まあ、村があるということで、ちょっと今日行こうかなと思います。結構寒いですね。今日はねちょっと違うちょっと装備を持ってきました。よし、こちらスタビライザーです。ちょっと今日これを使ってやろうかなと思います。前から持ってたんですけどね、ちょっとあまりにも使い勝手が悪いので、でも今日はちょっと使ってみようかなと思います。
神奈川、あ、1977年それ以降は使われてない、一周使われ、薪を、次行きましょう。じゃあ、この上って何かありますかね。ちょっと登山でずっと回ってきてるんですけど、じゃあちょっと大変、まあ、昔はこれ車が上がる、あ、人間は、あ、そうなんですか。じゃあちょっと登ってみます、はい、まあ、上がってみてください。上げたあくまでは行って、その辺くりくりって見てくれて、はい、ちなみにこれは火のやつは何なんですか、ね、ここはね、おられた人がね、ここへ、ここのこの集落、あー、なんかちょっと人の日、あ、うん、私の名前も空気入ってる、うん、あー、そうもうおられになったからこれを借りたんです、あー、そうなんですか、うん、すいません、わざわざなんか、はいはい、おいしすいません、はい、失礼します、はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけで、地域の人にいろいろ聞いて、この上は家があるぐらいだそうです。ここまでですね。よし、まあ、この先にタンクというかあるということで、
こうか。完全に崩れてる。うわ、炊事場。なんじゃこりゃ。コンロかな。山陽。なんかトラックが、ちっちゃいミニトラック、トラック、台車。はい、まあ、おそらくこれ以上はないかなと思います。まだね、給水塔のね関係で人の出入りはあるみたいですけど、もうこの所有者とかは確実にいないというかね、ということです。もう誰もいないと。水タンク屋根瓦、すいません、諦めて引き返します。すいません、ご苦労様です。はい、すいません、失礼します。はい、すいません。
はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。ねえ、なんかいろいろありますけど、まあ、今日こんな感じだということで、まあ、比較的行きやすい、まあ、廃墟というか、まあ、廃村というか、まあ、昔ね、この辺とかいろいろお家あったんでしょうね。あったというか、もう本当に1977年で終わってますからね。まあ、歴史長いのかもしれないです、ひょっとしたら。ね。77年か。ですね。なんかでも70年過ぎてからだいぶ、その、今まであったものとかが、なくなったりしてますね。まあ70、まあなくなるけど創業70年からとかはあるんですけど、まあその70年というのがなんか何かの節目というか時代の変化なのかなと思いますね。だいたい70年でダム建設があってとかね、立ち退きとかいろいろあってね。いうわけで今日はこの辺で帰ろうかなと思います。またあの廃村シリーズ見ていただけたらなと思います。まあ本当になんか軽く登山みたいな感じなんですけどね、まあいった雰囲気になっていただければと思います。で今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。